平野紫耀、クレバとの共闘におわせ。脱退後の初楽曲、一番、でキンプリを大絶賛。注目の白スニーカーが鍵。クレバとのコラボに期待高まる。7月30日、元キングプリンスへの平野仕様、26、がインスタグラムを更新。 レモネードを飲んでくつろいでいる写真を7枚投稿しているが、1枚目の写真の足元に注目が集まっているという。1枚目の写真には足を組んだ平野さんの全身が写っています。白くて大きなスニーカーが強調されたアングルの写真なんですが、この白いスニーカーに多くのファンが今後のコラボアーティストの匂わせか、と色めき立っているんです。女性史ライター。 平野が履いているスニーカーは、印字されている英語のデザインから、白スニーカーを展開するブランド、Go With White と、とヒップホップアーティストのクレバ、クレバによるコラボレーションスニーカーだとわかる。 そして、クレバといえば、昨年6月にリリースされたキングプリンスへのアルバムメイドインのリードトラック1番の作詞作曲を担当したこと、そしてキングプリンスを絶賛していたことで知られている。例えば2022年6月27日放送のチャートバスターズ R、RKB 毎日放送では、 考える、間もなくがっつりコンセプトがしっかりあって彼らの中で、めちゃくちゃ曲聴いてきてくれる。みんなめちゃくちゃ忙しいだろうに。ボーカルデュース入って歌ったらわかる、聞いてるなっていうのが嬉しかった。と、キングプリンスへの意気込みを持った姿勢を称賛していた。そのため、 クレバさんのコラボスニーカーってことで私は勝手に匂わせだと思っている。平野仕様の履いてるスニーカークレバコラボデザインってもうさ、クレバと曲やルヤン WWWW という声が SNS に多く寄せられているのだ。四角多くの J に楽曲提供したアーティストではないが、また今回の平野の匂わせ疑惑について、 このスニーカークレバさんとのコラボのやつなんですねってことはもうそういうことなんですかね。滝沢社長が言ってた匂わせじゃなくて答えですみたいなやつ。と、平野が合流したとべの代表でたびたび匂わせを行っている滝沢秀明氏41を連想する声もあった。 滝沢氏は匂わせを通り越してほとんど正式発表のような写真を投稿することが多いですよね。とべに三宅健さん44が合流する前、6月25日にかつて二人で組んでいたユニット兼星タッキーケンタッキーを連想させるフライドチキンの写真をツイッターに投稿したり、とべに元ジャニーズが合流する際は、 彼らを露骨に連想させる写真を投稿しています。平野さんについても、神宮寺優太さん、25、と二人で合流することが確実視されていた状況で、二人分の椅子の画像と生配信告知を、7月4日に飛べ公式ツイッターで投稿していました。前での女性誌ライター。そんな滝流のほぼ答えに弱わせかもしれない今回の平野の白スニーカー写真。 前での女性誌ライターはこう話す。ただ7月13日発売の女性セブン、小学館ではこれまでもジャニーズ事務所所属のグループに多くの楽曲を提供してきたシンガーソングライターが楽曲制作に携わっていると報じられています。クレバさんはキングプリンスへの一番以外はジャニーズに楽曲提供をしたことがないため、やはり別人の可能性も ただし、やめじゃにも含めると、クレバさんは2020年に元スマップを出新しい地図の香取慎吾さん46に、嫌気がさすほど愛してるという曲を提供していますね。四角い味シンフォローを外し、説も浮上し、また、平野と神宮寺の飛べ合流が正式に発表される前、 ファンの間ではクレバが今後飛べに関わるのではないかとも思える出来事も話題となっていたという。7月6日時点で解除されてしまっているが、クレバは飛べと三宅のツイッターアカウントをそれぞれフォローしていた時期があったのだ。憶測が憶測を呼ぶ状況を避けたかったのかは定かではないが、フォローを外したことで逆にバレないようにフォロー外したのかなという声も出ている。 もともとクレバさんがキングプリンスに一楽曲提供をしたきっかけは、平野さんがクレバさんの大ファンだったからです。一番のレコーディング風景は当時の情報番組などで公開されていましたが、そこではどんなお仕事でも緊張しないのに、すごく緊張する。司会にずっとクレバさんが会えるのが意味が文からなすぎて。と、 興奮気味に話す平野さんの様子も紹介されていました。脱退後の初楽曲が来れば3が制作する曲になるかは定かではありませんが、いつか共闘するのは間違いないのではないでしょうか。前での女性誌ライター。前述の女性セブンの記事では平野のソロ曲について、彼のダンスレベルの高さを活かしたダンスナンバー。 ハイレベルで激しい振り付けながらも、緩急のついた華やかな曲、と報じられている。一番、もハイレベルなダンスを盛り込んだゴリゴリのヒップホップだったが、やっぱりもしかして四角、靴。クレバプロデュースのやつ。平野氏、ヨークレバと共都におわせ。靴がよく見える超イケメンカフェショット。連日の異常な猛暑。夏しょすぎませんか 昔こんなに暑くなかったですよね。この涼しそうな僕を見て涼んでください。と、綴り、レモネードを楽しむ夏らしくも爽やかな写真を平野は投稿した。続きがあります。